どうも皆さんこんにちは、ボドカです。というわけで、キルレースチャレンジ開催ということでですね、プライベートマッチで5分間の間にどれだけ数多くのボットを SR で倒せるかという感じのね、チャレンジを開催しようと思います。というわけで、早速ルール説明に移りましょう。マップはブリーチ、そしてゲームモードはチームデスマッチにしてください。で、エディットゲームルールズなんですけど、ここはですね、時間5分間のスコアリミット無制限、そしてここのスポーンじゃないか、どこやったっけ、ジェネラルのところでミニマップをコンスタントっていうね、あの常時 UAV にしといてください。で、そしてここ結構大事なんですけど、クリエイタークラスっていうとこがあると思うんですけど、このクリエイタークラスのところで、セレクションズアラウドっていうね、あの、アタッチメントを選べる制限があると思うんですけど、それを10個から11個にしてください。そして、セットアップボットなんですけど、ここはボットのね、弱さ一番弱いので、で、まあ、CDP でもブラックオプスでもどっちでもいいんですけど、どちらかに9体ボットを追加してください。で、ここからは武器の説明ですね。武器のアタッチメントの説明です。公平性を保つために、今回は SVG オンリーでのチャレンジ参加となっております。参加可能です。SVG オンリーが参加可能です。だから、ローカスを使ったり、P06 を使ったり、ドラコンを使ったりだとか、あとは DBSR、RSA とか使うのは、今回はなしです。そして、アタッチメントなんですけど、ここのね、あの、サイト以外のアタッチメントで、ラピッドファイヤー、ファストマグズ、エクステンディッドマグ、これは絶対必須でつけてください。この3つは絶対必須でつけてください。で、ここのサイトの説明なんですけど、ここは、リーコンサイト、またはサーマルサイトが選択可能となっております。そして、パークなんですけど、ここにあるね、アフターバーナー、ファストハンズ、スカベンジャー、そしてタクティカルマスク、この4つのパークが使用可能となっております。それ以外のパークは使用不可となっておりますので、あらかじめご了承ください。本当にね、あの SVG しか今回は使えないっていうチャレンジなんで、まあ、SVG の方が使えるって人の方が多いと思うから、だから結構ね、あの誰でも受けれるようなチャレンジになっております。そしてスペシャリストなんですけど、ビジョンパルスオンリーです。ビジョンパルスだけをつけてください。それ以外の攻撃系のスペシャリストや、またはオーバードライブだったり、あとはグリッチだったりとかは、絶対に選択しないでください。まあね、ビジョンパルス、まあ本当はスペシャリスト使っちゃダメにしたいんですけど、まあそうもいかないので、ビジョンパルスっていうね、この一番なんか恩恵を受けにくい、常時 UAV があるし、恩恵を受けにくいこのビジョンパルスだけ、選択可能となっております。まあビジョンパルスは溜まったら即使ってもらっていいので、ここら辺はまあ気にしないで大丈夫です。そしてスコアストリークなんですけど、スコアストリークはですね、 HATR ヘイターですね、ヘイターだけを入れておいてください。このヘイターだけは選択可能です。だから連キルをすればするほど試合を有利に運べるっていう感じですね。まあ詳しい内容っていうかは文字にしてしっかりと動画説明欄に貼っておくので、まあそちらの方を参照にして、ルールセッティングスをしてください。はい。というわけで、まだどういう内容かよくわかってない人が多いと思うので、少し実践編という形でね、僕が お手本じゃないですけど、まあ参考程度に少しだけボットを打ちましょう。少しだけ。はい。今回はですね、何日間のチャレンジにしようかなと、いつも1週間だったり、あとは週末だけだったりって言って、ちょっと長めなんで、まあ、1日、2日、その程度にしようかなと思っております。まあね、プライベートマッチなので、あんまり長くしてもなっていうのがあるんでね、まあなので、まあ今回は、プライベートマッチで、1日2日のチャレンジ。まだ、僕もね、何日にするか決めてないんで、もうとっさ思いついて今動画撮ってるんでね、あれなんですけど。そうそうそう。今回は、1位の人だけに3000円、Amazon ギフトカードにしようかな。Amazon ギフかな。うん。用意しようと思ってます。いつもね、5000円とか用意してるんですけど、まあそれはね、あの、フィードで1週間だったり、週末だったり、頑張ってくれた人たちに、長時間頑張ってくれた人たちに、賞金としてあげてるんで、まあプライベートマッチでね、
5000円もらえるんですよ。5000円じゃないわ、プライベートマッチで3000円もらえるからね、結構いろんな人を受けてほしいなって思っております。で、なんでフリンジじゃなくてブリーチやっていう人が多いと思うんですけど、実はですね、このチャレンジ外国人の人がいつもね、海外の人たちがやってるチャレンジなんですけど、割とね、まあ、海外の人たちがやってそれを真似するみたいな形になるんで、しかも有名な人たちなんですね。パーマージだったりスプラッキーだったり、そこら辺の本当に猛者の人たちがねやるので、うわーやべ、マジか。まあそれを参考にしてこの動画作りました。なんかでもね、今回のブラックオプス3のキルレースはそこまでね、海外じゃ流行ってないみたい。ブラックオプス2の時のね、キルレースはすごい流行ってたんですけどね。わお。さあ、ここでヘイターを使いましょう。で、ビジョンパルスも展開。ビジョンパルスにするとね、すごいやりにくいんで、もしかしたらこれ使わなくていいかもしれないですね。魂も使わないっていうのも一つの手かな。ああ。で、ヘイターがあると、結構ね、敵が向いてる方向とかもわかるんで、割とキルしやすくなるとは思うんですよ。で、今回ね、5分間のチャレンジなんで、結構何回も何回も取り直しでプラベアからっつってやってると、マジでイライラするから、俺、キルレースガチでイラついてたからな。もういい戦績だけをね、残そうと思って、キルレースガチるんですよ。ガチるんで、マジでイライラするから。もうな、こうやって外すやん。こうやって外したりしたら、この間に一人殺してればね、もう記録がどん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 伸びていくんですよ。ただ、この外したり、死んだりしたら、マジで、リスポンに戻されて、その敵が集まる場所にね、行くまでの時間がね、かなり無駄なんで、まあそこだけやな。そこだけですね。それがほんまに無駄なんですよね。うん。だから、このキルレースを、やる上で、まあ、僕がね、BO2 やってて思った時のコツなんですけど、とりあえずちゃんとヘイターは出す。ヘイターは出す。で、プラスなんですけど、死なない。これが一番大事。死なないことがマジで大事なんですよ。だから、少しキルペースが落ちるなと思っても、ちょっとね、命大切にセーフティーに行った方が、絶対的に記録は伸ばせる。これは間違いない。これは間違いない。死なないことが大切。だから、めっちゃね、連続でいっぱいキルすることもすごい大切だと思うんですけど、死なないことが大切なんで、マジで、みんな気をつけてくださいね。マジで死なないことが大切です。めっちゃ外してるやん。もうね、こういうね、外したりしちゃダメなんですよ。外したりしたらダメなんですよ。もともとこういうキルレースのやつって誰がやったんかな？グリーズかな？ COD4 のね、G ショットっていうのをね、作った、名付けた人なんですけど、グリーズかな？グリーズが多分キルレースチャレンジ最初にやり始めたんかな。最初にね、俺が確か見たときは、キルストアリだったんですよね。BO で。BO でキルストアリでやったんですけど。お、まあ、なんだかんだ喋ってたら意外と早いな。ちなみにですね、スプラッティ。スプラッティはパマジとこれ対戦して、勝ってましたね。で、5分間で確か78体かな。78体勝ってましたね。うん。まあ、なんでみんなもね、スプラッティを目指して、78体とかは多分ね、世界でもキルしてる方の部類かな。まあその時はみんなノーマルサイトでやってたんですけど、まあなんで、まあ基準はスプラッティ78体でいきましょう。まあぜひね、まあ今回のチャレンジは結構ね、今までの僕が挙げてたチャレンジって結構フィーダーの人たちメインのチャレンジだったんですけど、今回はねそういうわけでもないので、そういえば忘れてた、言い忘れてた、PS4 シェアでのチャレンジのは可能です。可能です。動画ね、今回撮れるんでね、いろんな人が。PS4 シェアのチャレンジ可能です。はい。なんで、まあ、キャプチャー持ってない人もね、結構いい感じのとこまで、みんな参加できるんじゃないかなと思っております。めっちゃ当たらん。めっちゃ当たらん。そうや、言い忘れてたことがあった。これ絶対グダるから言っておきたいんですけど、その YouTube にアップロードしてもらうんですよね。 PS4 シェアまたはキャプチャーボードで撮って、 PS4 シェアかなんかでアップロードしてもらうんですけど、 YouTube に限定または公開、公開または限定公開で動画を上げて、僕に URL を送ってください。まあ、送る URL とかそういうのの詳細はマジで動画説明欄に書いてあるんで、まあ、動画説明欄を読めないやつはマジで受けなくていいですから。
だからしっかりとね、下に書いておくんで、質問はそこまで受け付けません。僕がもしね、あ、言い忘れたなっていうのがあったら、ちゃんと言うんですけど、受け付け、そういうのは答えるんですけど、基本的に、このチャレンジで質問などは受け付けてないんで、この動画とか動画説明欄をしっかりと読んで、受けてくださいね。受けてくださいね。というわけで、まあその PS4 シェアだとか、あとはキャプチャーボードとかでアップロードした動画を、 YouTube にアップロードした動画を公開または限定公開でね、を僕が指定したメールアドレスに送りつけてください。はい。で、動画タイトルに何キルって書いといてください。何キルって書いておいてください。これは絶対必須で、これ必須です、必須です。下にも絶対書いておくんですけど、これは必須です。絶対に何キルって書いといてください。例えば50キルだったら50キルって書いて送っといてくださいね。件名をそれにしてください。じゃないと多分結構送られてくることが予想されるんで、なんかな、怖いよな、怖いよな。その大量に送られてきた動画をさ、全部見るっていうのが怖いんで、これは必須で、これ書かなかったら参加資格取り消しにするんで、動画の件名のところにしっかりと何キルって自分がその動画内でしたキル数を書いといてください。はい。というわけで、まあ編集とかほんまにしなくていいんで、適当に5分間撮った動画だけをね、アップロードして送ってくださいね。音楽とかも一切いらないんで、音楽とかも一切 BGM とかつけなくていいんで、もうキルした動画だけですね。はい。というわけで、まあ少し分かりにくかった面もあると思うんですけど、詳しくは動画説明欄に書いておくので、まあそちらの方を参照にして、このチャレンジ頑張ってください。皆さんの幸運を祈っております。グッドラック。それでは、さよなら。バイバイ。